はい、指導委員長の藤沢です。今回の指導員動画講習はラッピングをやりたいと思います。一般的に花束どの店でも作ると思うんですけど、ワンサイドの花束とラウンドの花束のラッピングを今回はやっていきたいと思います。はい、それでは、講師の紹介をさせていただきます。出崎徹さんです。こんにちは、よろしくお願いします。それではバトンタッチをいたします。もうやっちゃっていいですか。お願いいたします。はい、よいしょ。はい、よろしくお願いします。一般的にある皆さんよく作るようなこういったワンサイド背中があるタイプですね。この花束をラッピングしていきたいと思います。多分皆さんやってるのだと、一般的なのだと、ここ補水、最初補水をしてペーパーをかぶせてセロハンつけるパターンが多分一番多いと思うんですけど、結構忙しい時期になると、その直前、配達する直前とかにバタバタってやるよか、全て前日で終わらせるっていう方法です。まず花束に対して下からくるむ、こう補水をしてこうやってお店でやってるようにくるむ方法、これって意外と目安ってわからないと思うんですよ。あと補水をしちゃったらどのぐらいまでいけるかとか、どうやってやるかとかって見えない部分があるので、やりにくい。となるともうここステムの補水の部分と上のペーパーの部分、これをもう別で考えてしまうっていう。まずペーパーでこの背中の部分のラッピングペーパーを用意します。こうくるわけですよね。で、こうきて先に上を包むのであるので、先にここ真ん中切り込みを入れます。この切り込みの幅はどのくらいかっていうと、この花束を作った甲の部分、この太さぐらい。で、切り込みに当てて、こういう感じ。花束がかっこよく見えるっていう僕なりのあれなんですけど、ここの今逆さまになっちゃってるけど、ここの部分、まあ襟というかエラの部分、ここがね結構出てるとすごくね、ボリュームがよく出て、ボリューム感が出て意外とかっこよく見える。ここは意外とちょっと下下げてみたりとかすると、こういう四角い、大雑把に言うと四角いフォルム、そうすると結構意外と花束ってこういう逆三角形だけども、ボリュームがよく見えるような。で、ここでセロハンをかぶせていくけど、このセロハンもここ今補水をしてないので、別にセロハンを机に置いてやることもないので、これで、これがちょうどだいたい70センチか、70センチすればぴったりぐらい。だいたい普通のラッピングと同じぐらい。で、くるっと回って高さを調整して、ここ
こをつぼめていくんですけど、ここの部分、ここの部分が平らになる。後ろ側にセロハンを切りながら絞ります。そうするとこのフォルムをより鮮明にセロハンをかけることによって、またよく見えてボリュームがよく見える。でここをセロテープで留めます。これでもう上の部分のラッピングが完成しているので、まあ強いて言えばこれでこのままバケツも OK、突っ込んで置いといて、もう OK、 作り置きが可能ですね。さらにもっとちょっと、もう明日もう予定パンパンなんだよとか、予定詰まってるよ、もうこんなのやってらんないよってなると、ここでもう補水をしちゃいます。ここでペーパーをかけて水を濡らして、銀紙じゃなくてここでこの安いビニール袋、これ多分本屋さんとかでも多分どこでも置いてある、あの、はい、抵抗ポリタン、これでお水入れちゃえばいいです。これでお水を入れることでバケツに入っているのと同じことなので、これで大丈夫です。今水を入れた程度、これで OK です。で、アルミホイル、このもう水が濡れてないのにアルミホイルがいるかいらないかって言ったら、これね、正直言うといらない。いらないんですけど、アルミホイルをなぜ使うかというと、今度この部分が見えてると非常にやっぱ格好悪い。このアルミホイルをざっくりこうしてやることによって、ここに巻くペーパーがしっかり止まりやすい。意外とペーパーも大きい紙を切って巻き込んで畳むとかやりやすい、このぐらいの、いや自分が制御しやすいぐらいの大きさ、紙を何枚も合わせて使えば非常に困らないで畳んでいけるんですよね。こんな感じ。これで中にお水も入っているので、このままいけます。で最終的にリボンをつけて、空いてる空の桶にこうやって立たしておけば、これで前日で全て終わります。もう電球も貼っちゃえばもうそのままです。いろいろ立て込んでる時とかはもうここまでやっちゃえば全部前日に全てが用意できます。もしこれでお水心配だよ、保水オーダーっていうのがまあたまにあると思うんですけど、意外と平気ですね。まあ温度にもよると思うんですけど、もしこれで次の日水が下がったとかお花ダメになったっていう場合は、きっとお花もうちょっといいの買った方がいいです。普通の花買ってればそれはまずありえないです。うちこれで何年もやってるけど水下がったことは次の日に水が下がったことは一回もないです。
これはこれで完成です。